はい。俳人の皆さん、こんにちは。これは3本目のビデオになりますね。はい。このビデオの、前のビデオでは、どういう教科書が、言語習得、第二言語習得理論的にお勧めされている、つまり分析的アプローチで、どの教科書が、お勧めされていない、統合的なアプローチなのか、ということをちょっとご紹介したいと思いますね。はい。これはシラバスを見ればわかります。シラバスってのは教科書の目次ですよね。教科書の目次を見ればわかるんですけど、それが文系でできていたら、こういう、お勧めされていない統合的なアプローチ。文系ではなくて、行動とかが書いてあれば、このお勧めされている、分析的なアプローチということが言えるわけですね。はい。で、それを見るにはですね、この学習目標っていうのを、その科の一つ一つについて見ればいいと思います。で、その科、あの、その科を、あの、その科の学習目標が、文系ではなくて行動となっているかどうか。これも、あれを見ればですね、目次を見れば一目でわかるわけですね。はい。で、その前に、じゃあ、その学習目標というのは何かっていうと、その目次の単位でもあります。まあ、その科の目標なんですけど、コースのシラバスの単位でもあるわけですね。はい。つまり、その学習目標がたくさん並んでいて、一つのシラバスになっています。で、文系シラバスの場合は、学習目標が文系になっているわけですね。で、タスクシラバスでは、学習目標がタスクになっているわけです。で、これ実際の教え方としては TBLT、タスクベースランゲージティーチングと言われていますね。で、キャンドゥシラバスの場合は、学習目標はもちろんキャンドゥになっているわけです。で、これは行動中心アプローチ。まあ、これ2つはほとんど同じ、まあ、似ているものなんですけど、かなり重なっているものなんですけど、この2つ。と、この数字からこちらは、まあ、かなり違うということが、ここからもわかると思います。具体的な例を、見る前に、そうですね、もう一回こちらご紹介しますけど、学習目標っていうのは、文法項目とか文型ではなく、行動として何ができるようになるかを明確に示すことが重要であるというふうに書いてありますね。はい。タスクベースの、タスクも、まあ、基本的には行動なわけですよね。なので、これとこれはもうほとんど同じ。だけど、文型が、目標になっていたら良くないですよっていうことですね。はい。それが、第二言語習得の、研究的にも今分かっていることです。じゃあ、これもですね、ちょっとまた見たいって思うんですけど、また前と同じようにですね、こうやって目次を見てみると、第1課はさっきと同じように、さっきも見ましたけど、名詞文、つまり文型だってことが分かりますね。第2課では、これはそれは、というふうに、指示語が、第2課というふうになっています。行動とかではなくて文型になっているわけですね。はい。できる日本語はどうなっているかっていうと、これ目次ですね。第1課、はじめましてというふうに、自分のことを話したり、相手のことを聞いたりすることができるというふうに、行動になっているわけです。はい。つまり、こちらはお勧めできる方ということですね。はい。彩りも、まあ、大体同じようなものですね。第1課の、第1課、第2課、第3課というふうに、ここでは目次、があるわけですけど、第1課では、人に会ったとき挨拶をすることができる。人と別れるとき挨拶をすることができる。人に、お礼を言ったり、謝ったりすることができるというふうに、目次がこういうふうに、行動で書いてあるわけです。はい。もう一回ちょっと前に遡って、見てみますけど、ちょっと待ってね。はい、はい。こっちですね。はい。学習目標は、文法項目や文型ではなく、行動として何ができるようになるかを明確に示すことが重要である。というふうに、第二言語習得では、こういうふうになっているわけです。はい。どの教科書が第二言語習得的に優れていて、どの教科書が優れていないのか、もうこれも明らかだと思いますね。参考文献は、これ、最初にもご紹介しましたが、小内薫先生の第二言語習得について、日本語教師が知っておくべきことですね。これ本当に、非常にいい、本ですので、ぜひ、養成講座に通っている方も、まだ経験が浅い方も、読んでいただければと思います。はい。まあ、もちろん経験が長い方もね、中には第二言語習得のことを全然知らない人がいるので、そういう方もぜひこれ読んでほしいと思っています。はい。それでは、この、花金 PD、第21回目の花金 PD の内容はここまでになります。はい、皆さんもぜひ、花金にご参加ください。フィルミレンゲー。